こんばんは、日月チャンネルへようこそ。ということで、買っちゃいましたシリーズその2なんですが、今日は、はい、箱です。動画でパッと開けるためにカッターだけ入れてね、テープだけ切りましたが、はい、ちょっと開けてみます。はい、一体何を買ったのか、これも初めて見るんですけど、はい、出てきました。あ、すごい、これはすごい、パイナップルです。よいしょ、ちょっと膝の上に箱を置いて、はい、皆さん見えますか？パイナップルです。ちょっと買ってみました。よいしょ。まあ、ここまで言うと何のパイナップルかとか、あの勘のいい人はうすうすお気づきかと思うんですが、はい、これ台湾のパイナップルです。はい、ちょっと前ね、SNS とかで流れてたと思うんですけど、まあ、中国の嫌がらせを受けてね、あの台湾の、パイナップル、中国がね輸入禁止しましたんで、みんなで応援して台湾のパインを食べようという、そういうのが流れてました。その時にね、実は買ったんですけど、楽天で買ったんですけど、なかなか届かなくて、まあ、1ヶ月弱ぐらいですかね、経って届きました。はい、何せ味が非常にいいということで、聞きましたんで、それも楽しみです。なんか芯まで食べれてね、とても甘いという、台湾製パイン、これはね楽天で買ったんですけど、西友に売ってるっていう噂を聞いてね、何軒か西友行きましたけど、見つけられませんでした。で、台湾パインって言ってはね、札だけついてたんで店員さんに聞くとね、店員さん、売り切れましたとか言ってね、一見では言われました。だからね、本当にどんなものかっていうのをね、食べてみないとわからないんですが、はい、また食べたら感想を伝えたいと思います。なんかとても喉に何か刺激がきます。よいしょ。はい、ということでね、まあ、いつも言ってますが、中国むちゃくちゃでね、こんな陰湿なやり方、ありますよね。本当に反社ですよね。中国は世界最大の反社だとね、言われてますけども。まあ、マフィアとかギャングとかヤクザとか、まあ、そういう、人たちだと思って、あの国を見ると非常にわかりやすいです。はい、同じことしますんでね。なので、まあ、皆さんもぜひ台湾パイン、買ってみてください。はい、結構これ美味しそうなんでね、楽しみです。それではしっかりいっぱい食べたいと思います。それではバイバイ。